はいどうも、ゆうです。今回はですね、第1回バウンティトライアスロン魚人島カップっていうことでやっていきます。はい、今回初めての企画なんですけど、これどういうルールかというとですね、まずですね、ゴールは 150% の旗5本を取るとゴールになります。そして各キャラレベル80固定のメダルなし、純粋にそのキャラの特性での勝負になります。そしてスキルの使用は全然ありで、チームブーストもありというルールになってます。はい、ということでこれはもう走る、旗取る、障害物走っていうトライアスロンになるんですけど、これはダッシュ速度の速さだけではなくて、旗から旗への移動能力、こちらも必要になる、真のゲッター力が試されるレースとなりますね。はい、そして今回エントリーしてくれたキャラは4キャラいますので、早速見ていきましょう。それではトライアスロン行ってみましょう。よーいスタート。はい、では最初のキャラはこちらですね。来い、お前らの力見せてみろ。はい、ということで第1走者は鬼街道となります。このキャラの特徴としては、まずダッシュ速度は最大で 50% 増加します。これくらいのダッシュ速度なら波のゲッターでも持ってるんですけど、このキャラの特徴としてはまず機動力ですよね。こうやって通常移動の方が速いキャラとなりますね。そしてこのキャラの一番の目玉はこちらのスキル、降参勢ラグナラク。これで一気に旗から旗への移動ができるので、このスキルの使いどころもタイムに関わってきますね。この魚人島ではですね、二人過去の C 旗を取った後に使えばですね、ほぼほぼ移動は段差を降りるだけとなりますので、移動という面ではかなり短縮されますね。はい、そしてその目玉のスキルも使ったので、残り2旗取っていきます。やっぱりこのラグナラクで移動する距離がだいぶ短縮できたっていうのはでかいですね。そして最後の一旗に向かうのもほぼ段差を降りるだけで済みましたので、ほとんど走ることなくクリアできましたね。はい、そして最後の旗を握って今ゴール。はい、タイムは1分17秒でした。カイドウ選手お疲れ様でした。はい、続いて第2走者はこちらですね。お前を処刑する。はい、ということで続いてはキング選手です。このキャラのダッシュ速度は最大で 50% 増加しますね。そこは他のキャラよりも引いててる部分っていうわけではないんですけど、このキャラの特徴としてはこちらのスキルですよね。2つだ。はい、今ちょっとイントネーション違った気がしますけど、こちらのスキルを利用していかに距離を稼ぐか、これが勝負の分かれ目になってくるんじゃないですかね。この魚人島ステージで言えば C 旗までは段差を降りるだけで済むので、この C 旗を取った後の B 旗へ向かう時、こちらで使うのが一番有効なんじゃないでしょうか。この旗を取った直後ですね、使いどころは。はい、で C 旗も取ったので真っ二つだで移動します。これちょっと操作も難しいですよね。でちょうど旗のところに降りてすぐ握るところ、はい、ここで降りるっていうのもちょっと操作が難しいところになりますね。でこのキャラ一応スキル1の海の木図となれ、こちらのスキルもですね移動スキルではあるんですけど、こちらはターゲットに向かって移動するスキルなので、このレースのルールでは使いどころがなかったですね。はい、そしてここでチームブーストも来て最後の旗を握っていきました。やはりブースト中のダッシュ速度速いです。そして今ゴール。はい、タイムは1分22秒。キング選手お疲れ様でした。はい、続いて第3走者はこちらです。失礼。はい、ということでオロビ選手となります。しょっぱな回避の方向をミスってますけど、このキャラの特徴としてやはりこれですよね。このダッシュ速度、これはこちらの特性で旗ダッシュ中は分身を作って2人で旗を取るということになります。通常のトライアスロンで2人で何かをやるっていうのはルール違反になるんですけど、このルールでは問題ありません。はい、このキャラの特性なので、まあダッシュ速度はピカイチなんですけど、ただこのキャラは通常攻撃スキルどちらも移動能力がないので、旗から旗への移動は地道に走ることになります。まあそれを補って余りあるこのダッシュ速度なんですけどね。そしてこのオロビ選手で一番忘れてはいけないのがこちらの特性ですね。旗ダッシュしたらブーストゲージが溜まるという、この特性のおかげでもうブースト溜まりました。そしてこのブースト中はこうやって移動速度も上がるので、もうこのトライアスロンにはもってこいの特性ですね。はい、そして最後の旗握りました。いやダッシュ速度速い速い。そして今ゴール。はい、タイムは1分9秒。オロビ選手お疲れ様でした。はい、そして最後の選手はこちらです。おでんにソロ。はい、ということで続いておでん選手ですね。おでん選手のダッシュ速度はですね、最大で 50% 増加します。まあそこは今までのキャラと変わらないんですけど、やっぱおでん選手の特徴といえばこの通常移動、そしてスキル1のガンもどきでの移動というこの機動力ですね。こちらが最大の特徴となるんじゃないでしょうか。まあ使いどころとしてはやはり C 旗を取った後の B 旗に向かう途中ですね。まあそこまではこうやって段差を降りるだけなので、まだ使わない方がいいですね。はい、そしてこの C 旗を取った後ですね、この間で使っていこうと思います。はい、もうすぐ C 旗も取れますね。はい、そしてここ回避を使ってガンもどきで行き過ぎて通常攻撃の移動で B 旗を握っていきます。そしてこのおでん選手のいいところが、この特性旗をダッシュした時にスキル1のクールタイム 20% 短縮っていうことで、この後ですねもう1回使います。はい、そして最後の旗に行くのにこうやって通常移動して、ここですねこうやってまたすぐ溜まるので2回ガンもどきで移動できますね。はい、そして最後の旗を握ると同時にチームブーストも来て、今ゴール。タイムは1分23秒。おでん選手お疲れ様でした。はい、ということで全てのレースが終了しました。各キャラの皆さんお疲れ様でした。今回優勝したのはオロビ選手です。タイムは1分9秒。おめでとうございます。まあ他のキャラと違って通常攻撃スキルでの移動がない中、この異常なまでのダッシュ速度の速さで超フェスフェス源を抑えて向上キャラのオロビが1位を勝ち取りました。すごい。はい、ということでご視聴いただいた皆さんいかがだったでしょうか。まあ楽しかったよ、面白かったっていう方はですね、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。まあこの企画ちょっと初めてだったんですけど、まあなかなか楽しかったので、まあ好評でしたら次は別のステージか、まあ同じ魚人島だったら別のキャラでやってみようかなと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、それでは最後にダイジェストとして4人のレースを同時に流して終わりにしたいと思います。ここまでご視聴いただいた皆さんありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。アデュー。